ウィンズ横浜は神奈川県横浜市中区にある日本中央競馬会の場外勝馬投票券発売所である。旧建物現在の建物は2012年4月から施設の建て替えが行われ2015年3月7日より一部が暫定オープンし同年12月19日に全面をオープンした。施設は地下1階を含む6階建てで2階より上が バケン売り場となっており、全館禁煙だが喫煙ルームは設置されている。以前は5階建てで野毛大通りに面している旧館と、6階建てで野毛山動物園方面の坂道に面している新館の2つの棟があり、A 館が B 館に比べて床面積が広く、発売窓口数も多かった。なお現施設は旧 A 館の建て替えである。 QB 館かつて道路を挟んだ隣接地の野毛町さんの136に6階建ての B 館が設置されており、1階には2012年まで PR コーナーも設置されていた。また、A 館が禁煙であったため、B 館の各階バルコニーにのみ喫煙所が設置されていた。2015年6月28日をもって B 館の営業は終了となり、 以降はすべて現在の建物で馬券が発売されている。最寄り駅は京急本線の日の出町駅で徒歩3分の場所にある。JR 根岸線、横浜市営地下鉄の桜木町駅からも徒歩8分と近い。県道218号線と市道80号線に挟まれた場所に位置しているが、駐車場を備えていないため自家用車では来場しにくい。 バス路線では横浜市へバス156系統の下手流所などが最寄りとなる。全レース100円単位で発売。2回のみ200円以上100円単位で発売している。ありがとうございます。